私自身は音楽をやる人ではなかったって思って、電車の中で同世代のロックバンドを聞いた。悔しかった。コロナがなければとか、あの時メンバーが脱退してなければとか、人のせい人のせい、何かのせい何かのせいにして、私は悪くない、周りが悪くて私は音楽に選ばれなかったとかって考えないと心が持たなかった。同世代のバンドは聴けなくなった。やれ音楽の大きな舞台に立つ私と同い年のバンドを見て、あ、私はここには立てなかったって思いながら毎日働いた、毎日毎日働いた、身の粉にしてお金が手に入ったけど、何も悔しいことだけが残っていた。その時に、なんだ音楽やりたいんじゃんって自分を認めてあげれるまでに2年もかかっちゃった。本当は音楽がやりたいはずなのに、私は音楽はやらない方がいいんだって、音楽やったって仕方がないって思ってたけど、それでもやっぱり私の音楽は勇気をくれた。やっぱりかっこいいじゃんって思いたかった、ずっと。その間にたくさんの人が待ってます。いつかいつかいつかって言ってくれて、私どうしたらいいのか本当にわからなかった。でも去年の2021年だからもう一昨年になるね、夏にもう2022年かの夏によしって決められたのは、心を決められたのは私の音楽じゃなくて誰かの言葉だったし、もう一度皆さんに会いたいと思ったし、私の音楽を聴いてほしいと思ったし、私の音楽信じてもいいかなって思えたのは皆様のおかげで、それ以外何者でもなくて、私辛くて会社から家まで帰る途中で帰れなくなって、道で座り込んで何がしたいんだろう何がしたいんだろうってたくさん泣いて、ああなんだ音楽やりたいんじゃんって思えたから今日ここがここにあるし、その言葉のきっかけは紛れもない皆様の言葉だった。もう一度始めてもいいかなって思えるのは皆様のおかげだった。本当に感謝してもしきれないくらい今このここの場があることが嬉しくて嬉しくて嬉しくて仕方がないんです。ありがとうございます。また音楽やってもいいかな。またバンドやりたいんだ私。もう一度立ちたい舞台がある、もう一度見たい景色がある、もう一度叶えられなかった夢を叶えたい、そう思ってる。なのでどうか今日だけで終わりじゃないから、これから続く物語を一緒に歩んでいけたら嬉しいなと思って新曲を持ってきました。19歳ねえ、どれぐらい時が経ったんだろう、ヘドが出るほど居心地悪い戦場、悲しくないのに勝手に涙が出ちゃう早朝、だんだん遠くなる知らず知らずに過去になる、忘れられない、あの姫の前で見た紅葉、いつまで経っても